はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回、信長の野望大使、新しくシナリオを始めていきたいと思います。で、今回はですね、まあ、ちょっと私事で、恐縮なんですけども、明日からタイの方にちょっとね、旅行で遊びに行きますんで、タイ旅行直前スペシャルと題してですね、まあ、大体1時間ぐらいの内容で始めていければいいかなというふうに思っています。まあ、いつもだいたい30分ぐらいの内容にさせていただいているので、だいたい倍ぐらいの時間になるかなと思いますんで、もしお時間よろしければですね、最後までお付き合いいただければ嬉しいなというふうに思っています。で、今回の、まあ、シナリオの設定はですね、まあ、このあたりはいつもと同じ設定にはなるんですが、まあ、上級で討ち死にあり等々でやっていきます。で、チュートリアルはね、もうなしにします。一通りプレイの方は進めていますんで、チュートリアルはなしにします。で、もうこの今回プレイしていく内容を先にお話しするとですね、大使両乱っていうトレジャーボックス限定の特典シナリオになってますんで、姫武将も登場させてもはちゃめちゃな展開ありという形でやっていきたいと思います。では早速シナリオの方を選んでいきます。大使両乱で今回プレイしていく大名家なんですけども、この大使両乱はですね、信長の野望大使が、まあ、志システムっていう、まあ、武将の性格を、まあ、なんていうんですかね、定めたものを採用していると思うんですけど、その中でも50個の固有志、まあ、大使と呼ばれているものを持つ武将50人が、まあ、同じ時代一同に会して、まあ、天下を争うという内容になっているので、例えばですね、天下布武を持っている信長と天下総武士を持つ秀吉が同時に登場するとか、あとは黒田官兵衛が、プレイアブル武将として登場する。で、さらにもっと面白いところで言うと、まあ、例えばなんですが大谷義次、まあ、この辺りはね、ノーマル版のシナリオではそもそも選べないところになっていると思いますので、後々プレイをしていきたいなと思ってます。あと半兵衛とかね。で、今回プレイしていくのはですね、ここまでに信長と幸村それぞれプレイを進めています。まだちょっとねプレイ中ではありますけども、今回新しくはですね、こちら石田三成でプレイをしていきたいと思います。では早速石田三成でプレイの方していきましょう。で、石田三成の大使が第一大満大吉ということで、万民が一人のため、一人が万民のため互いに尽くせば太平の世が訪れるというものになってますね。で、それぞれ君臣文禄と天下奉行がその下についてくる特性になります。で、今回はですね、まあ、明日からタイの方バンコクに遊びに行くんですけども、バンコクの方に収録機材を持ち込もうかなと思ってまして、まあ、実際にね、どれくらい収録できるかっていうと、もしかしたら全く収録できないっていうこともあるかなとは思うんですけども、できるだけ収録の方はね、少しでもできればいいかなと思ってます。では周辺の状況から確認していきましょう。まず周辺国でいうと、信長が尾張にいますね。で、信長の配下はどんなのがいるかというと、まあ、信長がやっぱり強いですね。あとは姫武将登場ありにしたので、お市様とかね、ここはでもお市も統率79、武勇74、決して侮れないな。あとは森吉成とかこの辺りが入っている。あとは滝川和正とかも入ってますね。続いて道さんの方は、ここは機長とかがいる感じだな。斎藤家に機長がいる形ですね。姫武将ありで登場させると機長はどうやら斎藤家で、その他だと森秀政とかね、この辺りが強いところになるかなと思います。あとは不破光晴とか、まあ、この辺りはおなじみの武将たちになると思います。美濃三人衆も斎藤家にいる感じですね。続いて浅井なんですが、浅井の方はここはどうでしょう。長政、あと東堂高虎とかいますね。まあ、東堂高虎に限らず信長子外の武将たちは近江出身が多いと言われてますからね。で、その他で言うと淀殿、淀殿なんですね。ここはチャチャじゃなくて淀殿、能力は全般的に高い。
あとちょっと飛ばしちゃいましたけど、お号にお初と、なんでここは浅井三姉妹が入ってる形になります。で、続いて足利家はどうなってるかというと、ここには義輝がいて、忠興とかもここですね、細川忠興で、外姓でいうと足利義昭が99。信長の墓大使から新しく外姓っていうパラメータが設けられてるんですけど、この外姓っていうのは主に外交に効いてくるコマンドパラメータになっていて、さすがに義昭筆将軍で言われただけあって外姓が99ですね、かなり高い。で、あとは近くにいるところでいうと松永久秀なんかはどう？ここは、まあ、久秀中心に、ここには高山右近、小西行長、あとは柳生十兵衛とかもいますね。だから柳生一族は、まあ、この大和中心に展開していたということもあって、ここに入っている形かな。純慶とかもいますね、ここに。では続いて当家、石田家の様子を見ていきましょう。石田家はというと、ちょっと各白カットで見ていった方がいいかな。なんで先に内政の進出をやってしまいましょう。承知。岡和地証券に進出をしておいて、まずは亀山城、ここ誰入ってる？亀山城はご覧の通りですね、関守信が城主か。ちょっと戦闘向きの武将はいないかなという感じですね。なんで関一族に神戸が入ってる形ですね。まあ、神戸にはね、信孝の次男でいいのかな、信孝はが養子に入っているというところですね。じゃあ続いて長野城はどういう状態かというと、武将ですね。長野城もちょっと戦闘向きはいないか。和気部の一族が入ってる感じかな。光吉なんかはもうかなり見慣れた、信長の野望創造とかと同じ絵になってますね。というわけで、ちょっとね、1時間スペシャルなんでこんな感じでまったり進めちゃってますけど、お付き合いお願いしますね。で、桐山御所の方には北畠が入ってると。友則はさすがに使えるかな。そうですね、友則は使えますね。最近だと忍びの国だったかなっていう、嵐の大野くんが主演していた映画で北畠友則登場してましたね。先方奥義一戦持ってますけど、戦国立志伝とかだとね、奥義一戦が効くと敵を混乱に陥れて一気に戦局を変えることができるんですが、この大使だとね、そこまでの効果は残念ながら奥義一戦には今のところ見出せないでいます。じゃあ続いて松ヶ島、ここ最大兵力入ってますね。ただ小作りが入ってるな。ここは小作りが独占してる感じですね。ここも戦闘向きの武将は偉大となると、鳥羽城が三成の本拠地になってる。で、ここはさすがにいるんじゃないの、それなりにっていうところで見ると、まず左近がいるね。左近に久喜義孝で三成ですね。そしたらどうしようかな。まず武将を移動しましょう、そもそもというところで。前線に武将を入れたいので、まず桐山御所には北畠友成が入っていて、まあそれなりに戦ってくれそうだと。なので亀山城にまずは鳥羽城から久喜義孝と森高を入れよう。これで少しはね、戦えるんじゃないかなと思います。かしこまった。で、同じく松ヶ島、ここ今最大兵力入ってますんで、ここには左近を送り込もう。これでいいですね。さあ、ではこれでターンを進めていきましょう。で、同時にですね、親善でどこと結ぶかっていうところを考えていかなきゃいけないんですけど、親善は惜しみなくやっていきましょう。まず当面のターゲットをどこにするかなんですが、久秀にするか、義輝にするか、長政にするか、斎藤はちょっと離れてるんでないかなって感じですね。となると信長かっていうところなんですけど、どうしようかな。
まずは信長をターゲットにする、ちょっと無謀かもしれませんけど、というわけで、交渉先はまず斎藤、ここに同盟可能なところまで持っていきましょう。正澄を派遣で、長政のところにも同じく派遣で、ここも小作りを送って同盟可能まで持っていきましょう。で、足利に対しても同盟可能なところまで持っていきます。まずはここまででいいかな。で、松永久秀が万が一こっちに先制攻撃を仕掛けてくるようであれば、ちょっと様子を見ましょうか。これでじゃあターンを進めていきます。もうちょっとね、信長にいきなり喧嘩を売るっていう無謀な戦いになるかもしれないんですが、逆に信長の優秀な家臣団を召し抱えることができれば、その後が楽になりますからね。この1時間スペシャルで最初に頑張りましょう。で、バンコクの方にはですね、今回は10日間行ってきますと。で、10日間のうち何日間かはですね、実はシンガポールの方に現地で知り合った子と一緒に遊びに行こうかなと思ってまして、シンガポールには3泊の予定ですね、してきますというところですね。なんでバンコクに行って、シンガポールにそこから行って、シンガポールから日本に帰国ではなくバンコクに戻って、で、バンコクから東京に戻るという流れ、旅程になっています。で、バンコクはね、もう皆さんよくよくご存知の方も多いと思うんですけども、かなり発展してるんで、高層ビルとかはね、下手したら東京とか新宿とかよりも多いぐらい発展してるんで、もしね、収録するチャンスがあれば、その様子もね、少しお届けできればいいかなとは思ってますんで、ぜひぜひお楽しみにしていただければと思います。で、表情だけどどうかな、まともな意見が来るかっていうところなんですが、まずはね、商業、農業、軍事を中心に入れていきたいんですが、ここだと軍事か、軍事のね、兵糧が消費量減っていうのがね、結構効いてくるんですよ。で、鉱山の証券成長上昇、賞が入ってるけど、鉱山があるかどうかちょっとチェックし忘れたんで、このあとすぐに見ましょう。で、まずはお金が入ってくるエリゼニをやっておきましょう。エリゼニで交渉術も入れておきます。まあ、エリゼニはね、戦国時代とかってなると当然今と違ってお金の質がまちまちで、まあ、中には劣悪なものも含まれていたようで、そういったものはもう一様に使えませんよっていうね、形にしたものがエリゼニ例なので、まあ、それでお金がどうやって増えてくるのっていうのはあるんですけど、まあ、ここではエリゼニを入れておきましょう。で、バンコクはですね、大体、まあ、ちょっと大げさな言い方をすると月に1回ぐらい行ってるんですよね。なんでもうだいぶね、買って知ったるところではあるんですが、まあ、やっぱり海外なんでね、少し気を引き締めなきゃいけないっていうところはありますけどね。で、秀吉が今本願に対して宣戦布告してましたけど、まだ石田勢としてはしばらくは様子見をしましょう。でね、韓国とかね、中国とかと違ってタイは親日国なんで、まあ、そういう意味ではね、みんなすごく優しいし、微笑みの国なんて言われるぐらいなんで、みんなね、とっても穏やかな人が多いです。で、気候はっていうと、まあ、今日本めちゃくちゃ寒い冬来てますけど、タイの方はね、常夏なんで、まあ、半袖短パンで全然過ごせちゃう感じですね。さあ、他進出できるところはもうないかなってなると、伊賀上野に進出しておきましょう。で、まだ歩兵をかけるタイミングではないですね。もうちょっと、戦える環境が揃ってから、戦いを仕掛ける2ヶ月ぐらい前に足軽を一気に集めていきましょう。なんでね、もしタイ行ったことない方いらっしゃれば、ぜひぜひタイの方に遊びに行ってほしいですね。で、タイでどんな遊びしてるかとか、どんなことしてんのかとかっていうのは、ツイッターの方をね、ちょっとご覧いただければ、分かるようにはなってると思いますんで、ツイッターの方もね、ぜひぜひ覗いていただければと思います。で、今回は農作業ができると言いつつ、費用か、
利用度が低いところに肥料をまいていきましょうっていう話だけど、ここは御所が一番少ないんで御所に被膜します。で、条件進出は大きいところを中心に行きましょう。で、まだまだ歩兵の必要はないですからね。まあ、どっかがいきなり戦争を仕掛けてくるっていうリスクもありますけど。で、ここで松永久秀も本願寺に対して宣戦布告となると、おそらくこのタイミングでこちらに戦争を仕掛けてくるっていうことはないと思うので、松永久秀に関してはしばらくノーケアで良さそうですね。で、一応松永家についておけばさらに戦争リスクは回避できます。で、ここは吉本がどこに喧嘩を売る？武田に宣戦布告か。今回ね、勝頼よって今、道さんは言ってますけど、ちょっとこの後お見せしますが、一応ですね、報告します。勝頼と信玄は別々の家に立っている感じになってます。じゃあ、どういう感じになってるかっていうのは、ちょっとこの表情が終わった後に見ていきましょう。で、今回はみんな農業系か。農業系が多いね。農業をやっておく。良き考えかと。再興させることもここでできるんですけどね。まあ、とりあえず今回はこれでいきましょう。表情を終わります。で、豊作は港証券成長上昇。さっき鉱山あるかどうか見るって言って見てないですね。で、馬産の証券の成長上昇も入ってますね。では、まずは兵糧の消費減少症の小仁田隊を入れておきます。これは優先的にやりたいものだったので。あとはイロハウタがどんなものかっていうのはね、島津のものだということなんですが、一門の成長速度が上がるっていうところですね。農地の拡張も入れとく。せっかくなんで早め早めに。では、忘れないうちにいくつかやっておくことがあって、まずは領内の資源ですね。温泉、港、あとは鉱山は一応ありますね。で、逆に馬産地はちょっとないかなっていう感じですね。うん。で、あとは商業進出で効果が高そうなところに優先的に行きましょう。観音寺に進出しましょう。まだ歩兵のタイミングではないので、歩兵のタイミングはちょっと待ちましょうね。で、道さんが勝頼に戦を仕掛け、吉本が武田に戦を仕掛けているんで、ここにね、信長が巻き込まれてくれたりするとすごくねラッキーなんですけどね。勝頼と道さんの戦闘で勝頼が勝利と。で、浅井とは同盟が結べる状態になりましたね。報告します。先月の収支。早速ちょっと同盟結びに行きましょう。で、ですね、さっきちょっとお見せしようとして忘れてしまっていたところで言うと、まず諏訪家というのがあって、諏訪家に勝頼が入ってるんですよ。で、勝頼のところに誰がいるんだろうかっていうのを見ると、まあ、勝頼がいて、義清とかがここにいる感じですね。村上義清。外勢が高いところで言うと長宗、ちょっとあんまり知らない武将だけど、信濃の守護ね。この辺りが結構優秀どころになってくる感じですね。で、一方の武田家はというと、ちょっと武田家の内情を覗いてみると、まあ、やっぱり信玄の能力は圧倒的に高いんですが、その他武田四天王ですね、正影、信張、正信、あとは信虎、信繁、まあ、この辺りはねもう優秀ですよね。あと山本勘助には作戦キツツキが固有のものとして用意されています。あと軍師遊撃ですね。で、あと近隣でいうと今川とかは誰が入ってるんだろうかっていうのをちょっと見ときましょうか。今川は節歳が統率は高いですね。外政に関しては100を超えている。あと吉本もやっぱり能力が高いですね。瀬名姫とかもいますね。瀬名姫、これ大河ドラマの中では七尾ちゃんが演じてましたよね。あと樹形二とかもいますね。樹形二も
武勇はもちろん低いですけど全体的に能力は高い。でちなみに家康はというと、わあやっぱり家康はじめ優秀どころが揃ってるな。榊原康政忠次、まあ武田四天王ですね、この辺りは。で武勇でいうと徳川家康とかが入っていると。忠勝が入ってないのはなんでなんだろうね。忠勝が入ってそうなところって他ある？ここは、あ、忠勝は真田信之のところに入ってるんですね。で真田信之のところに忠勝が入ってるのは、まあ、忠勝がね、さくらの方に所領を持ってましたからね。ここに堀田一門が入ってますね。小松姫とかもここに入ってます。お、小松姫の絵変わりましたね。想像からこっちの方が顔は好みかな。まあ、顔の好みはね、あのちょっと別の真田幸村プレイの中でお話してる通り、義姫の顔がね最高に可愛いんで、ちょっとこの後義姫の顔を拝みに行きましょう。で気になるところで言うと秀吉なんですが、まあ、秀吉さすがに統率高いですが、あとは毛利勝長とか入ってるね。あとは正則、福島正則に秀長、まあ、この辺りは想像と同じ絵かな。加藤義明はちょっと絵が変わりましたかね。あとおねね様ですね。まあ、こんなところになりますね。あと優秀どころで言うと小六とかもいるんだな。まあそうですね、小六はここに入っていて叱るべきかな。まあ、やっぱりタレントは豊富だな。こうやって見ると利休もここですね。いや非常にタレントが豊富でね、秀頼がちょっとねもうちょっと精悍な顔つきにしてほしいな。あとは山内千代とかもいますね。ちゃんと後ろに馬がいますね。馬が和豊に高い馬を与えたという、買うように進言したかな。で馬揃いではね、その和豊が乗っていた馬を見てみんなが称賛したという。あー、ゴンベイもいるな。戦国ゴンベイ、戦国ゴンベイの人物どうなってる。淡路と平定の功により淡路相撲と5万石を領すっていうことでね。さあその他気になるところがあるかというと、毛利とかも気になりますけどね。結局あの毛利に関して言うと吉川家と毛利家と、小早川家っていう形でね分かれてますからね。家が小早川はどこかというと、あ、そうそう、高信がね、一番国力が高いです。この太閤、うん、太子両乱で始めると。で竹中半兵衛とかはこの辺りに、いるっていうね、ちょっと謎の配置ではあるんですけど、そういう形になってます。で薩摩島津が、2人、ここには、義久かな。でこっちに義弘という形で島津が2つ2家立っている感じですね。であと長宗我部はね、ここも四国が安泰なんで強いんですよね。政界の主、この辺りはかなり警戒すべきところになってます。で大谷義継は断金のちぎり、まあ、ここはおいおい連携を三成とねしていければいいかなというところですね。で鈴木家、まあ、ここは今後の出方次第では精神する場合には真っ先に叩いておきたいところにはなります。さあではもう美濃近辺、信濃近辺かなり怪しい動きになってますんで、乗り遅れないようにしっかりプレーの方していきましょう。まずはお金をしっかり貯めておいて、引き続き外政ですね。外政、同盟が結べるようなところまでやりましょう。で長政が動産に宣戦布告、ちょっと早かったな。ここは浅井家に味方しておきましょう。動産の方には送るのをやめよう、もう無駄ですからね。そうするとですね、ちょっと止めて、久秀が本願寺を食ったか、秀吉じゃなくて松永久秀でしたね。で通商協定の申し入れがその久秀から来てるんで、ここは久秀とは結んでおいて損はないですね。で道さんが動き的に
長政と対峙するんであれば、長政に乗じてこちらは城を取りに行きましょう。で、徳川からは板倉勝重がやってきて親善の大使になってます。で、純慶ですね、久秀のところは通商協定結びましたけど、さらに親善の大使純慶が来てます。報告します。ではちょっとこちらも動きを見せていく必要があって、どういう動きをしていくかなんですけど、まずですね、忘れないうちに種まきはしておいて、忘れないうちに商業もしておきましょう。で、効果が高いところにしておきたいんで、そうなるとこの辺りだとここかな。で、お金の入りを良くしておいて交渉ですよ。交渉で、交渉するときなんですが、まずは斉藤家に対しては兵糧を申し入れしましょう。承知。で、さらに長政のところも兵糧。これなんで兵糧にしてるかっていうと、視聴者の方に教えていただいたんですけど、兵糧を物資の授受で申し入れしておくと、その見返りとして、同盟をしてくれって言ってくるっていうのがあって、まさにこちらは同盟がしたい中、さらに兵糧までくれるってなると、まあ一石二鳥ですよね。まさに。で、道山と長政がぶつかって大垣城あたりで決戦になるんであれば、仮に道山が勝っても負けても、こちらとしては兵を出したいんで、1ヶ月後に出兵することを前提に兵を集めましょう。兵を集めるところは松ヶ島、ここはね、なんといっても左近がいるので、1ヶ月で集結できる兵の最大量、足柄300か、ちょっと少ないけどしょうがないで、あとは御所も1ヶ月で集まる最大量となると、まあでも1200も集まるんだ。御所はさすがに人がいっぱいいますね。鳥羽城はここも1ヶ月単位で見ると800まで。で、亀山は、亀山もできれば1ヶ月で収まる最大量300、ちょっと少ないかな、まあしょうがないね。これだけは集めておきましょう。で、同盟がなった暁には道山を攻めよう。先導者、で、勝家は朝倉に攻めかかるというところで、動きがだいぶ活発化してきてますね。で、道山と勝頼は、まあこれさすがに兵力差で勝頼が勝つよね。まあ至る所で戦闘が起きてるけど、ここは松永家に組みしときましょう。三好よりは松永。で、想定通り9300の兵糧をもらう代わりに12ヶ月間の同盟なんで、これはもちろん同盟結びます。浅井に対しても同じですね。いや、これは完全にこちらの目論見通りだな。で、斎藤に関しては兵糧8800からもらう代わりに軍馬3000、まあこれは軍馬3000あげよう。で、兵糧攻めにできるからね、父さんを。そうすると、で、6ヶ月間兵を貸してほしい。いいよ。じゃあ長野城の兵を貸そう。長野城は最も弱兵が揃ってるんで、ここ兵を貸してあげる代わりに鉄砲を船長もらいます。片付けない。で、宣戦布告をしていこう。で、鈴木からも親善の使者。ここは一大商業圏を築くにはぴったりだな。表情を始めましょう。まあ、三成らしい戦いができそうな感じですね。で、どうしてもね、軍事系が欲しいんですが、軍事系だと三吉が17くれるか、商業は正継ぐか。三成の親父さんですね。じゃあこれで一旦決めてしまいましょう。で、金山は持ってないんだよな。残念ながら金山開発の1が入ってきてますけど、肥料数増加はありがたい。やっておきましょう、すぐにでも。で、牧畜支援とかに関してもね、残念ながら持っていないんで、ここもちょっとこの後として高速行軍をやっておきます。精鋭足軽とかね、さっさとやってしまいたいなぐらいなんですけど。で、商業で言うと、港湾整備はやっておきます。港はありましたよね、さっき見ました。
で特殊証券の収入上昇なんですけど、まだ特殊証券に手が伸びていないんで、ここは見送りましょう。でこちらとしてもいよいよ出兵準備に入りたいなというところかな。で、金がたんまり入ってくるところで言うと、タニセとかだと結構金が入ってきやすいんで、ここをやっておこう。で宣戦布告で金をもらっといて申し訳ないんだけど、ああ兵糧をもらっといて申し訳ないんですけど、この斎藤家に対して宣戦布告をして、我が妻お見せしましょう。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃を。謙信は父さんにつくか。で足利将軍家お墨付きですよね、将軍がこちらにつくってことは。じゃあまずは兵を借り受けましょう。足利からは二条城で間違いないでしょう、義輝がいるのは。さすがにね。で他兵を貸してもらえそうなところある？今だと浅井は戦争中なんで兵を貸す余裕はないでしょう。で松永久秀も兵を貸す余裕はないとなると、将軍家の力だけを頼みに出兵になりますね。どこを狙うかですが、まあここは無難に大垣城かな。で一旦ね解除していって、しょうもないことになってるんで、最大兵力動員できるようにしていきましょう。で三成の隊は1200最大動員してしまって、左近の方は足軽隊、義輝は騎馬隊になってるね。で義高は鉄砲隊、鉄砲は1200までしか持てないか、まあしょうがないね。ここは1200でも1300かな、1400は無理だね。1300持たせて鉄砲隊を編成しましょう。で智則は最大動員の2400、機内も鉄砲持ち700で、他は亀山城はもう武将出せないね。兵数400いる？まあ一応出すか、400でも。じゃあこれでいきましょうか。進むのです。大垣城を取ってしまいたいな。で最終目的は信長になりますからね。信長を討つための策としてしっかり信長包囲網を形成しよう。でバンコクはね2ヶ月あのな7時間ぐらいですかね。で斎藤が負けたか、いや勝ったか。斎藤から交渉の申し入れ、兵糧5600いらないから大垣城をもらい受けよう。でここは木津川口での戦か、久秀と三好軍の対決、どっちが勝つんだろう。で長吉が勝ったってなると久秀危ないんじゃないのこれ。ちょっとね怖いな。で漁夫の利を得るために確実にまずはここで道さんの所領を奪い取っていきましょう。他進出してうまみがあるところどっかあるかっていうと、そうだな、これ見る限りだと一番高くて98ですかね。大和郡山に進出します。でお金はだいぶ増えてきてるんで、この先ね歩兵をするっていうのもしたいんですけど、証券進出でいうとここにある特殊証券の進出独占をしたいんですよね。9000まで貯めましょう。9000なんでちょっと我慢します。で大垣城稲葉山城と連戦して取る、まずはそこまでですね。で7時間あるとね結構やっぱりね飛行機の中暇なんですよね。で今回はタイ国際航空使うんで、まあ、中で映画が見れるっちゃ見れるんですけど、LCC とか使うとねやっぱり映画を iPad とかに持ち込んでとかって形になるんですけど、この信長の野望大使もね実はそのスマホ版が出るっていうことですごく楽しみにしてるんですけど、おっと敵には謙信がいるな、さらに森綱
ちょっと思ったより手強そうですね。ここは作戦は軍師遊撃にして、軍師の遊撃隊統括部隊かを誰にするかだな。軍師の統括隊、この軍師遊撃ってどういう作戦かっていうと、今回軍師遊撃を持っている武将がこの三成自身なんですが、三成の守備力がそのまま軍師統括隊の守備力に反映される、知略がそのまま守備力に反映されるっていうところになるんで、もともとね知略が高いものをここに据えててもどうかなというのがあるんで、軍師統括隊にはそうだな、守備力が高いやつを入れてもしょうがないんで、友則と左近を入れ替えましょう。でさらに義輝も端に寄せて、義輝は騎馬隊なんでね、側面から攻撃してもらうような動きを狙いましょう。その他はこんなところかな。鉄砲隊、右翼に鉄砲隊を固めてる感じですね。鉄砲鉄砲で、先方には友則で、友則は攻撃力が高いんですが守備力が良かったのは軍師統括隊にすることによって守備力が光秀と同じところまで昇華されたというところですね。で機内をこっちに移して、右翼に完全に鉄砲隊、こんな感じでいきましょう。まずは斎藤、謙信ですからね、いきなり謙信っていうね、もうこの謙信との決戦に勝利しないと話にならないからな。謙信との決戦に勝利するっていうのと合わせて、始めましょうか。斎藤の大垣稲葉山まで取りたいなっていうところですね。バンコクはねもうほぼほぼ東京と変わらない感じになってるんで、何か不自由するってこともないし、コンビニの数とかっていうと、もちろんね地方に行くとね日本に比べてまだまだだなっていうところはあるんですけど、僕が行くバンコクとかになってくると、もう正直言って覚悟せよ、参るぞ、覚悟せよ、コンビニの数とか一つとっても全く変わらないですね。むしろコンビニの数だけでいうと多いんじゃないかっていうぐらいですね。始めるぜ。ゲチを始めるぞ。手を打ちましょう。お覚悟願います。逃れられぬぞ。さあ謙信がどこにいるかだよな。謙信の攻撃力とかねえげつなさそうなんで、ちょっと謙信の攻撃をまともに食らわないようにしたいんですよね。でもちろん勝つのが前提にはなってきますので、ここは一戦を使いましょう。早速ね、始めるぞ、参るぞ、始めるぞ。ゲチを覚悟せよ。おごそお聞きくだされ。さあ鉄砲じゃ打ちかけていきましょう。勝てるはずだぜ。始めましょうか。負けてやる気はさらさらねえぞ。敵の居所知れました。やりたい前へ。この戦で機内の部隊で、横山機内の部隊でしっかり敵の陣を順々に回って撃破していきますか。義輝は一旦どっちに向く、足止めするのであれば近藤隊をしっかり足止めしてもらう。で左近は側面から攻撃、友則は引き続き足止めをしておいて、久喜義高は下がりながら鉄砲を打ちかけよう。ここも下がりながら鉄砲を打ちかける。横山機内、こっちが機内だな。機内は鉄砲隊なんで下がりながらの方がいいね。で森高の部隊が敵をかき乱すと、陣をかき乱す部隊ですね。負けてやる気はさらさらねえぞ。覚悟なき者負けはせぬ。確実にここはね勝つことが重要ですからね。その上でしっかり大垣稲葉山あたりまで、接見すると。
まあ、斎藤を壊滅に追い込むのが目的ですからね。ここは鉄砲を打ちかけていきます。勝てるはずだぜ。撃て。まあ、下がりながら鉄砲を撃つっていうね、予定通りの行動になります。で、一つ陣を潰しておいて、ヨシテルは本能隊に突撃で、左近は小島八太郎、これ鬼ですよね。で、信玄はどうやら、本陣の守りに入ってるようですね。まあ、ここはね、謙信だ、ごめんなさい、謙信ですね。謙信と戦わずに敵の戦意を崩くことができれば、それが一番いいですからね。よし、安藤、森綱、美濃三人衆の一人はまずは撤退に追い込みましたね。完全に敵兵を手を打ちましょう。切りました。始めましょうか。撃て、ゲチよ。さあ、行こうぜ。さあ、ここは一戦で確実に近藤隊を葬ろう。で、左近がね、ちょっと後ろ向いちゃってるんで、これ敵に後ろを突かれる危険があるんで、ちょっと前に出ていきます。で、智則かな、智則の方が後ろ向いちゃってるんだね。智則も大胆なことするな。ちょっと前に向き直ってもらわないと危ないんで、向き直りと。手を打ちましょう。始めましょうか。よし、勝利までもう少しだな。確実に敵を追い込んでいって、ここで謙信と直接刃を交えることなく勝利できたね。これは大きいですね。謙信と戦う、謙信とかね、信長クラスになると、正直ね、一人でもなかなか戦意がね、落ちていかないんですよ。で、捕獲した武将でいうと堀秀治は登用しよう。武将はこれからいくらでも欲しくなるんで、仮に能力が低い武将であってもガシガシやっていきます。でだ、ここは力攻めで一気に城を取る。終わりですか。拍子抜けです。で、大垣城を取ったら、すかさず稲葉山に攻め込みます。かたじけない。手を打ちましょう。稲葉山では道さんが出てくるのか。ここの決戦は絶対勝利しないといけないな。まあ、戦意はこちらの方が高そうなんで、どうにかなりそうではありますけどね。道さんにここで負けると、せっかく取った大垣が奪われる可能性があるんで。で、まずは道さんを打ち払うところからな。ちょっと待ってくださいね。朝倉軍と柴田軍は朝倉軍の勝利。で、三好と松永軍か。これどっちだ。おお、なんとか押し返したか。これね、三好が上陸なんかするとまただいぶ変わってきたかなって感じしましたけどね。では、行軍で稲葉山で激突かな。これはちょっと気合を入れていかなきゃいけないですね。まあ、倍の軍勢で囲むんで、勝機は十分にあるとは思うんですが、万万が一ね、ここで負けるとせっかく取った大垣が危ないと。まあ、同じく軍師遊撃を使っていきましょう。で、さっきと同じ布陣でいきましょう。力の差、お見せしましょう。まあ、左近とかね、もともと強い武将は軍師遊撃に入れる必要はないんで、軍師遊撃からは外しますというところですね。じゃあ、これで進めていきましょう。で、相手誰がいるかというと、堀秀政がいるね。あとは機長とかも出陣してきていて、あとは美濃三人衆の3人のうちの2人が出てきていると。あと織部とかも入ってますね。まあ、普通に順当にいけば勝てるはずなんですが、まあ、戦は何があるかわからないというところなんで、しっかり勝ちに行きましょう。できればね、その
バンコクで収録するときに楽な気持ちで収録したいんで、ここである程度いい流れを作っておきたいんですよね。バンコクでうわーこれダメだ、タイムリープして撮り直しだとかってなると、さすがにちょっと萎えてしまって撮るのをやめてしまう可能性もあるんで、まあ、そうならないようにね、ここでしっかり再投機削れるだけ削っておきたいですね。で、敵は奇襲狙いの部隊がいると。なるほど。ってことは一旦ここで足並みを揃えましょう。下手に前に出て奇襲攻撃を受ける部隊がいたりすると面倒なんで、一旦歩みを止めて敵の出方を待ちましょう。始めるぞ。ゲチを始めよう。ご命令を。命令してくれ。ちょっと雨が降ってるっていうのもねマイナスなんですよね。こっちはね鉄砲隊を多めに配備してるんで。覚悟願います。始めましょうか。敵の居所知れました。雨さえ止めばこちらは鉄砲を一気に打ちかけていきましょう。覚悟せよ。ご命令始めるぞ。我が策ご覧くだされ。ここは一線を打っておきましょう。智則も貴重に攻めかかる。で三成は前へと出ていきます。で雨が降ってるんでちょっとここはね鉄砲隊は控えましょう。前に出るのはもったいないんでね、鉄砲が打てない状態で乱戦に巻き込まれるのは。私とて負けられぬのです。やります。策のある者がいるようです。そうすると森高がちょっと危ないんで下がりますか。足止めしておこう。でその間に左近をぶつけて、左近が敵隊を打ち破ったら左近を救援に当たらせましょう。お覚悟願います。で雨は止んだんでここからは鉄砲を打ちかけていきます。始めるぞ。ゲチよ覚悟しろ。この攻め、まあ、まだまだね一進一退なんで、どっちに流れがいくかっていうのは最初に決まりますからね。で途中途中で手こずってるとまた形勢逆転のチャンスが敵味方ともに出てくるんで、ヨシテルがちょっと危ないか。結構削られてますね。先に基調を削り切ってしまえばこっちが有利になるな。ヨシテルを一旦騎馬突撃で稲葉隊を迎撃しましょう。で機長隊はここで葬る。鉄砲を打ちかけましょうね。鉄砲をバンバン。天下に披露しよう。我が策お聞きくだされ。機内は鉄砲持ちなんで突撃して兵を減らせるぐらいだったら鉄砲撃っといた方がいいですね。愚か者には死あるのみ。いやーさすがに動産出てきてるだけあって強いな。まずは機長を改装させたけど、ここ完全にねゼロまで削っておきたいんですよね。復帰されても困るっていうのがあるんで。そしたらヨシテルは一旦下げましょう。用心はないんでそのまま普通に陣を後ろに下げましょう。我が策お聞きくだされ。我が策お聞きくだされ。ご命令をお覚悟願います。お覚悟願います。お覚悟願います。撃て。我が策これに。森高は下げといた方がいいかな。ちょっと怖いんで下げておいて意表をついて根小路の方を攻めましょう。兵を向き直らせるっていうね、ちょっと一か八かですけど。死あるのみ。命は惜しまぬ。それが我が戦よ。いやいや、ま
機内は奇襲攻撃を受けているな。今こちらが押してるけど、この先どうなるかちょっとわからないですね。オリーデマサも健在だしな。あとは智則がちょっと一気に戦意が喪失してるんで一旦下げましょう。下げた上で、お聞きくだされ、体勢の立て直しですね。で、ヨシテルもこのまま一旦下がってしまって、そうなると、我が策ご覧ください。今戦える部隊がちょっと減っているけど、ここは左近にかけるしかないね。稲葉山城まで取れれば御の字ですからね。で、智則を下げて、ヨシテルも下げるという状態なんで、ここで森高が持たなかったか、残念だな。森高が持ってくれれば形勢はだいぶこちらが有利になったかなと思ったんですが、覚悟しろ。我が策ご覧ください。始めましょうか。ゲチ、覚悟しろ。さあ、ちょっと一進一退になってきてますね。今この手でいただくとしよう。むしろ味方の方が少し押されている感じがするんで、情けはかけません。策のある者がいるようです。まずは左近で確実に始めるぞ。羽根自体を叩こう。ゲチよ、始めるぜ。で、第一大満大吉、三成もしっかり敵を撃破で、友則は引き続き下げておいて、ここで一旦どうでしょう。ヨシテルをもう戦線に復帰させてもいいでしょう。このままでは敵の移動を知れば。左近が奇襲、左近が奇襲を受けて3方向から包囲されてるか。左近が持ってくれないと危ないな。用心で一旦下げる。で、智則をこれにぶつけよう。参るぞ、始めるぞ。我が策お聞きくだされ。この策で勝てるはずだぜ。我が策ご覧ください。さあ、もう一押しなんですよね。ここで左近が耐えてくれれば勝てる。で、左近が撤退すると、どうかな、ちょっともしかしたら長引くかなっていうところで、左近が頑張ってくれましたね。これで稲葉山城が取れるかな。天下を滑るまで負ける気はありません。よし、ちょっとね、危ない戦いではあったかなと思うんですが、無事ここは稲葉山までは取れそうですね。では鈴木家とは通称を結んでおきましょう。で、信長に対してもちょっと親善の大使を送っておいて、戦にならないようにしましょうね。まだで、大谷義次からの使者が来てるんで、これはそのまま受け入れ。竹中小片付き、半兵衛が豊臣秀吉から拝領した、これは茶道具ですね。なんだろう、茶入れですかね。あ、茶入れって書いてありますね。さあ、ではでは、順調に来てるし、兵糧の減りも少ないし、なかなかいい感じで兵糧のマネジメントができてますね。そしたらまずは、信長が美濃に兵を入れようとしてるっていう、いきなり来てたんで、信長に対して同盟可能な親善の使者を送っておきましょう。かしこまりました。でだ、
美濃に兵を入れられて今ひとたまりもないんで、そうならないようにするためにちょっと策を入れておきたいですが、9000までもう一声だな。今回もちょっと見送ろう。特殊証券を手に入れるまで我慢。信長が兵を出してくるとゴタゴタするな、すごくゴタゴタするんで、そうならないようになんとかマネジメントしていかなきゃいけないんだけど、まあ最悪兵糧差し出してでも停戦するしかないね。信長が兵を起こさないでくれることを祈るしかない。終わりですか？拍子抜けです。よし、ここはしっかり稲葉山まで取りましたね。片付けない。そしたら一旦兵が少なくなってるんで騎乗させて、いきなりこの後信長が攻め寄せてくるってことはないでしょう、さすがに。それがあるとね、全ての目論見がパーになっちゃうんですけど。報告します。先月の収支です。さあ、兵糧のマネジメントはしっかりできてるね今回は。で、そうなってくるとやっぱり合戦系のものが欲しくなってくるんですが、合戦系はこんなものかとなると、あとは商業だな、まあ、お金で米も買えますからね。一つ考えがある。で、吉高から水上移動速度上昇、まあさすがにこの辺りはね、久喜水軍って言われたぐらいなんで、水上決戦系の方策を提案してきてくれるわけだな。あとは幌州結成、これは入れたいですね。部隊の移動速度上昇大、決戦で部隊の移動速度が上がるっていうのは本当に嬉しいんで、幌州結成は入れたいんですが、これをするための確認をしておきましょう。軍事が170、ちょっと先が遠いな。そうなると豊作港湾を入れておいて、さらに走者親善も入れて、表情活発は無理か、英才教育は家臣の成長速度が上がりますという内容ですね。で、このあとザ・商人の特殊条件収入上昇があるんで、これは入れておきましょう。次のターンというかこのターンでおそらく9000円貯まってるんで、でも今やるとあれだな、結局信長への親善が止まるんで、それは避けたいんで兵糧をちょっと売りましょう。かしこまりました。兵糧を売った上で、ありがとうございました。特殊証券の独占に入ろう。はっ、これでだいぶね楽になったんじゃないかなと思います。信長が間違っても兵を起こさ、あ、そうか、そうだ、稲葉山と大垣に人を入れるの忘れてたんで、この後すぐに人を入れましょう。先月の収支です。いやー、これでだいぶお金の面でね楽になりますよね。まあ、ちょうどねボーナスを今日もらったんで、僕はボーナスがね入ってくれるとねすごくありがたいですね。やっぱり亀山城に久喜義高入ってるのか、いや、ここは大垣城に久喜義高と森高を入れよう。かしこまった。で、稲葉山に入れたんだね。じゃあ大垣城に誰入れようかな。稲葉山にはどうしようかな。ここは正純でも入れとく。いや、石田はまだ出さない方がいいな。じゃあ藤方を入れておきましょう。まあ、戦争しないことが基本的な
戦略です。信長とは。承知。信長とね、今決戦に及んでも勝ち目がないんで、城の修復はすぐにでもやっておきたいけど、まずは大垣城からやっておくよ。お金が減るけど、まあちょっとだ、危険だな、やめておこう。というのも、今信長との親善をストップすることは絶対にしたくないんで、一旦このままにしておきましょうね。はい、というわけで最初にお話した通り、今回1時間スペシャルを予定していたので、まあちょうどね、時間も1時間になりますんで、一旦ここで終わりにしてですね、次回、まあ、できればなんですが、バンコクの方でもプレーをしていきたいなと思いますので、そちらの方をね、しっかりやっていければいいかなというふうに思っています。で、バンコクでの動向ですね、僕の動向についてはツイッターの方でちょろちょろ上げていこうと思いますので、もしね、こいつバンコクで何してんだって興味持っていただける方がいらっしゃれば、あのツイッターの方ね、覗いていただければと思います。というわけで、ちょっとね、今回長く1時間、枠を取ってプレイさせていただきました。いかがでしたでしょうか。次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。